死後はやぶさは、はやぶさ木はやぶさかはやぶさ族に分類される鳥類の一種で、ある。はやぶさ族の模式種。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、ユーラシア大陸北部や、アフリカ大陸北部で繁殖し、冬季になると、ユーラシア大陸南部やアフリカ大陸で越冬する。日本では、北海道と東北地方北部に、夏鳥としてトラ、トらイ繁殖するが、数は、多くない。 本州中部以南では陶器に越冬する個体もいる。また、渡りの時期には、南方へ渡る途中の個体が観察される。全長 31cm、目3 5トルハヤブサよりも小型であることが和名の由来だと思われる。背面や翼の上部の羽毛は青みがかった灰色。眉間陰頭部から頸部側面、覆面の羽毛は白く。 胸部から覆面にかけて黒い縦縞が入る。頭部の羽毛は黒く、目の周囲の羽毛は黄色い。翼は長く、先が尖っており、静止時の初列風切り葉は、お葉よりも長くなる。私有動色である。幼鳥では、下腹部は白いが、成長に伴い赤みを帯びる。平地から山地にかけての森林、草原、農耕地等の比較的明けた場所に生息する。 単独活害で生活する。食生は動物食で大型の昆虫類や小型鳥類、コウモリ等を食べる。希少しながら獲物を捕らえる。捕らえた獲物は一定の食事場所へ運んでから食べる。繁殖形態は卵性で樹状に木の枝を組み合わせた皿状の巣を作るが、カラス科の構成種や小型のタカ類の古巣を用いることも多い。 日本では5月から6月に1回に2から3個の卵を産む。主にメスが放卵を行い、その間オスは狩りを行う。放卵日数は約28日、巣立ちまでの日数は約30日、その後30から40日で親から独立する。成熟するまでに2年かかる。ニア種に分類される。ありがとうございます。